トラディショナルスタイルは伝統的メンズスタイルのこと。ブリティッシュトラディショナルとアメリカントラディショナルがある。ブリティッシュトラディショナルはイギリスの伝統であり、スーツスタイルの原点である。三つ、ボタン、3ピース、しっかりとした肩パッド、ウエスト絞り、低めのラペルなどが本来の形である。アメリカントラディショナルはブリティッシュトラディショナルがアメリカに伝わった際に、 アメリカの合理的な考え方をもとに生み出されたスタイル。段階リミッツ、ボタン、ナチュラルショルダー、ウエスト絞りのないボックス型などが特徴。特にアメリカ東部の伝統的織物を言うことが多い。日本国内では略してトラットとも言う。機能的でスポーティな感覚のオーソドックスなスタイルで質感にこだわる。広くブリティッシュトラディショナルや さらには同様な感覚を持つ女性のファッションを含めて言うこともある。アメリカン、ブリティッシュ両方とも流行に流されず受け継がれてきた国民的なファッションと言える。服装だけでなく背景にある特有の生活様式を包含して使う。アメリカ、イギリスではトラットは単なる上流階級の身だしなみという認識が根強い。例えば、 アメリカ東海岸でトラットを象徴する職業は政治家や弁護士、医師、実業家などであり、その服装は生まれ育ちや政治信条を表明する手段になっている。そのため、かつては労働階級者や芸術家、作家などはトラットを保守的な人々の象徴とみなし、寄付する傾向があった。アメリカでトラットがファッションとして受け入れられ始めたのは、 トム・ブラウンの成功以降である。日本では1960年代の未行き族から始まって、ほぼ10年おきにトラットブームが繰り返されている。日本でトラットがファッションとして根付いた背景には、階級制度のない社会構造が影響している。また、男性発祥のトラットだが、日本では女性に対する独自の影響が見られる。トラットは、 上流階級の生まれ育ちの表明手段だったため、往々にしてパロディの対象になってきた。芸術家アンディ・ウォーホルの服装はその象徴であった。しかし、アメリカでは1970年代後半にゲイカルチャーが社会的少数離れのパロディとしてそれを取り入れたこともあり、結果的にトラッドをファッションの一ジャンルとして確立する結果となった。とはいえ、 保守的なイメージは根強いようで、ユナイテッドアローズ共同創立者で、ジャーナリストの栗野博文によると、ユナイテッドアローズのメンズフロアで、バレンシアガと3つボタンのブレザーを並べている光景を理解できないアメリカ人が多かったという。明確な着こなしのルールが設けられている数少ないファッションであり、いつの時代も着こなしにはシックになりすぎないという法則がある。これは、 基本的に地味で、ストイックな世界観に派手なものが入ってくると、お互いを引き立て合うという効果によるもので、トラットでタータンチェックやペーズリーなど目を引くような模様が用意されているのは、このためである。2010年秋冬コレクションにおいて、トラットでクラシックなものが登場するなど、近年、女性向け衣類に、トラット回帰の動きが見られる。 現代女性とトラッド会議の関係について前日のクリノはセクシュアリティの変化を予感していると語っている。1990年代半ばから2004年にトム・フォードが引退するまでセクシャルなイメージが多かった。その手法に飽き飽きした人々が増えた結果、禁欲的とも言えるトラッドが復活を果たしたと批評した。クリノはトラッドの禁欲的な色使いからは イージーなセックス感の安売りが終わったことが感じられ、トラットが男性を意識したファッションからの脱却を象徴していると述べている。女性の方が活発化している時代だからこそ、今後は女性がトラットの新しい担い手になっていくだろうと分析している。アメリカントラディショナルはアイビールックがよく知られている。アメリカ東海岸の 名門私立大学グループアイビーリーグの学生たちのファッションで3つボタンのブレザー、ボタンダウンシャツ、ポロシャツ、チのパンツ、コインドオーファーなどが象徴的なアイテムである。これはブリティッシュトラディショナルがアメリカ的合理主義で噛み砕かれた結果、生まれたものであり、トラッドの原点はイギリスにある。19世紀中頃に、 イギリスで軍用上着として考案されたカーディガンや19世紀末期からイギリス海軍が感情用の軍服として着用していたピーコートは男女問わずトラットの定番になっている。前述のように日本ではトラットブームはほぼ10年おきに繰り返されている。最初は1964年頃に登場したミユキ族である。みゆき族の男性はアイビースーツを着用して バンジャケットの VAN の紙袋を小脇に抱えるのが鉄則だった。アイビールックは日本では上品なカジュアルスタイルとして認知され、ミユ貴族の登場以降、急速に普及した。これは、ニュートラ、ハマトラなど、拡大解釈と独自進化を重ね、独特なトラッド文化を育むきっかけとなった。ミユ貴族は、アイビーのルールを決定づけた点で、トラッドを、 日本独自の形で開花させたと言える。1966年にはトラットをベースにした、世界でもけうなファッション雑誌、MC シスターが登場した。1970年代後半から1980年代前半にかけてはニュートラブームが起こった。1982年に創刊されたファッション雑誌、オリーブは、ギンガムチェックなど、トラット由来のアイテムを多く取り上げた。 1980年代後半はトラットの柔軟の時代であったが10代の若者を中心に渋谷カジュアルが台頭した。競技には東京都渋谷区の繁華街を中心とした東京都内の私立高校生たちのファッションを指していたがチーマーのルックスに象徴されるウエスタンルックやバイカーズアイテムなど多様なスタイルへと拡大していったもので、 ハイティーンを中心にストリートファッションとトラットとの独自の融合を果たしたスタイルである。1990年代に入るとブランドの世界戦略が日本を席巻した影響で10年周期が崩れた。この時期に日本におけるトラット文化を生きながらえさせたのはセレクトショップだった。ビームス、シップス、ユナイテッドアローズなどはそれぞれトラットブームを背景に成長していった。 このことから前日の栗の広文は、セレクトショップこそ日本にトラットを定着させた率役者だと評している。現在ではスーツがサラリーマンの症状でなくなり、男性は私服のおしゃれの一環としてスーツを選択することが可能になった。日本でトラットが定着した理由の一つに制服カルチャーが挙げられる。エンブレム付きのブレザーや、 カータンチェックのスカートなどの制服はトラットテイストと言える。世界的におしゃれな色ではなかったネイビーだが、日本では制服カルチャーのおかげで人気の色として定着した。トラットアイテムが制服文化の基調となったことで、アイドルの衣装に多用されるチェック使いなど欲望の対象となり、オタク文化にも多大な影響を及ぼしている。近年のトラッド回帰を象徴するものには、 映画ではシングルマン、テレビドラマではアメリカのマットメンが挙げられる。どちらも1960年代を舞台としている。抗議のトラットで言えば黄色ナいトレイが出演するビクトリア町が舞台の映画なども含まれる。音楽ではバートバカラック、メロディガルドーが挙げられる。ありがとうございます。